はいどうも、テオジョシチャンネルです。やってきました、リーグ最終節、ホーム徳島戦。いやー、もうすでに胃から何か吹き出てくるんじゃないですかってぐらい緊張している私なんですけど、まあ皆さんも同じなんじゃないでしょうか。もうこんな最高にスリリングでヒヤヒヤでドキドキな試合めったに味わえないんで、この動画を見て共に戦う気持ちを作ってもらえたらなと思います。もう今回は多分解説長めなんで、あんま前置き喋らず早速徳島戦のプレビューやっていきたいと思います。どうぞ。恥ずかしい。それでは徳島戦プレビューやっていきたいと思います。まずは近況から。現在 J2 で勝ち点62の6位、直近5試合の成績は3勝2分けとなっています。前半戦こそ4勝と満足のいく結果を残せなかった徳島ですが、後半戦に入り驚異的な強さを見せつけています。22節岩手戦に敗れて以降、なんと今節まで19試合負けなし。今年の徳島の特徴である引き分けの多さも改善し、勝ち点3を取れるチームへ変貌しました。勝ち点差1で迎えるシーズン最終節、プレーオフへのドラマを制するのは徳島か山形か、それとも仙台なのか、注目が集まります。続きまして徳島戦のキーポイント、今回も3つ紹介させていただきます。1つ目、好調なチームの肝となるのは戦術的な両サイドバック。まず徳島の攻撃における最大のストロングポイント、それは戦術的な両サイドバックで間違いありません。今節は前半戦のプレビューでも紹介した新井直人選手が左サイドバックへ入り、山形との前回対戦後に加入したエウシーニョ選手が右サイドバックとしてプレーすることが予想されます。この2名が本当にレベル高いんですよね。どちらも技術が高く、戦術的なレベルも J2 トップクラスで、サイドバックながら様々なプレーの選択肢を持っています。まあ、山形でも偽サイドバックとして半田選手が内側のレーン内側に絞ってプレーしますけど、新井選手、エウシーニョ選手、どちらもそれが可能です。外からオーバーラップしてクロスを上げても一級品、内からインナーラップしてボックスへ侵入するのも一級品、さらにサイドバックの位置から斜めにくさびを差し込んで攻撃のスイッチを入れるのも可能と、プレーの幅がめちゃ広いんですよね。神出鬼没なポジショニングや動き出しで相手を惑わせ、積極的な攻撃参加でチャンスをクリエイトする、これを左右のサイドバックどちらからでも繰り出せるのが徳島の大きな特徴にして、攻撃時の最大のストロングポイントだと僕は感じています。2つ目、ボックス内へ入る人数が攻撃に厚みを持たせる。お次も徳島の攻撃についてなんですけど、とにかくボックス内へ人が集まります。ちょっとここはホワイトボードを使って解説しますね。はい、ということで話に戻るんですけど、徳島はボックス内のね、ペナルティーエリア内へ人が多く集まります。おそらくこれは意識的に行っているポイントだとは思うんですけど、例えば右サイドにボールがあったとすると、まずセンターフォワードに加え、この逆のウイングっていうのも絞って中で待ってるんですね。さらにこのインサイドハーフ2枚もボックス内、もしくはボックス付近で待ち受けていると。このように1、2、3、4枚とかがもうエリア内で待ち受けている、こういう状況がかなり多いんですよね。ですので、クロスへ合わせる人数が
多いっていうのはもちろんなんですけど、中でボールがこぼれた場合、例えばこう競って相手にクリアされてこぼれましたよっていう、こういう時もめっぽう強いと。徳島の得点割合のうち 18.8%、 実に9得点がこぼれ球からの得点となっています。ちなみにこのこぼれ球から9得点という数字はリーグ1位と、まあ、それくらい中に人数をかけられているっていうことですね。で、その要因っていうのをさっき説明したサイドバック、反対側のサイドのサイドバックがしっかり内側にポジションを取れている、もし相手に取られてもしっかり守備を行える、リスクマネジメントができているからこそ、このインサイドハーフ2枚っていうのはエリア付近まで思い切って前に飛び出すことができているっていうこともありますし、あとワイドの選手、このサイドの選手っていうのも強力なウィンガー揃ってますし、サイドバックもボール取られないんで、やっぱ中で待っててもボールがしっかり来るっていう信頼感、安心して待っていられるっていう点ももちろん大きく影響しているのかなと。またそれに加え、このアンカーの選手、このアンカーの選手がね、思い切ってみんなが中に行ける大きな要因となっているんでね、この選手は後ほど紹介したいと思います。3つ目、攻撃させないプラス連動した守備が堅守を支える。ここまで徳島の攻撃についてお話ししてきましたけど、ここまで J2 を見られた方なら皆さんお分かりだと思うんですけど、やっぱ守備ですよね。ここまでリーグ最少の32失点とマジで硬いです。その堅守を支えているのが攻撃させないことと連動した守備。一つ目の攻撃させないことについてはすごくシンプルで、自分たちがボールを保持する時間を長くして相手に攻撃させないと。ここまで徳島はリーグ3位の平均ボール支配率を記録していて、そもそも相手に攻撃させないってことがまず一つですね。二つ目の連動した守備なんですけど、これはスイッチが入った時の守備のことで、行くってなったら2人3人っていうのは密集を作り、ボールホルダーにがっつり寄せてきます。この行くって決めた時の守備の連動性っていうのは J2 トップだと思いますし、守備のリスクのかけ方が上手なんですよね。人数をかけるってことはもちろん外された時のリスクも大きいんですけど、このリスクのかけ方、行くタイミングっていうのを間違わないですし、行ったらしっかり取り切る、もしくは潰し切る、最悪ファールでも潰し切るってことが徹底されています。そんな J2 で最もゴールを奪うのが難しい相手から、今節山形が得点を奪えるのか楽しみなポイントです。続きまして、徳島ヴォルティスのキープレイヤー、今回も3名紹介させていただきます。1人目、フォワード11番杉森浩樹選手。相手を翻弄するドリブルと献身的に戦えるタフさを兼ね備えたウインガーです。小学生の頃から天才と呼ばれていた杉森選手なんですけど、今シーズンは数字、内容ともにキャリア最高の年となっていますね。ここまで5得点3アシスト、特に得点っていうのは全てリーグの後半戦だけで記録しており、調子も上向きです。最近は右のウイングでの起用が続いているのですが、持ち前のテクニックを生かしたドリブルからのクロス、町田戦のゴールのようにカットインしてからのシュートと、右サイドでもバッチリ活躍中ですね。それに加えて走れるし戦えると、3人目の動きとかも上手くて、このあたりが今年さらに一つ突き抜けられた要因なんでしょうね。僕も杉森選手が名古屋グランパスのアンダー12だった小学生時代に試合したことあって、その時かな、その後かな、飛び級で代表入ったりもしてて、当時から本当に化け物でしたし、そういう個人的な思い出も込みですごく応援している選手なんですけど、今節だけはおとなしくしていただきたいですね。2人目、ディフェンダー36番エウシーニョ選手。
前回の山形戦の翌日に加入したサイドバックのプレイヤーで、川崎時代は主力としてリーグ連覇にも貢献、 J リーグベストイレブンにも2度選ばれています。まあ、俗に言うなんで J2 におんねんっていう選手ですね。ちょっと別次元にうまいです。ボール基本的に取られませんし、チームを動かせるサイドバック、まあ簡単なイメージとしてはサイドバックに司令塔がいるみたいな感じですね。さらにポイントの一つ目でもお話ししたように、うまいっていうのはボールを持っている時だけじゃなく、ボールを持っていない時もうまいんですよ。もう杉森選手との縦関係っていうのはオートマチックさも、なんていうんだろう、ある種形パターン化されていて、止めるのはもちろん簡単じゃありません。間違いなく J2 では反則級のプレイヤーですので警戒が必要です。3人目、ミッドフィルダー7番白井英二選手。今シーズン岡山から加入したボランチのプレイヤーです。もう今の徳島は白井選手のチームです。ハードに戦い、圧倒的な運動量でチームを支え、正直白井選手がいないと今の徳島は成り立たないんじゃないかなと思います。先ほどインサイドハーフが高い位置を取ってくると説明しましたけど、この白井選手の能力があるからこそそれができるんですよね。言うならばポジティブな意味でのフィクサーというか、白井選手がアンカーに構えていることがもうチームとしての戦い方に大きな影響を与えているんですよね。白井選手のポジションをインサイドハーフ、インテリオールですね、インサイドハーフからアンカーへ移したことが躍進の鍵になったと思いますし、特にサッカーを見るようになってまだ日が浅い方とか、これからサッカーを勉強しますっていう人にとっては、こうパッと見、パッて試合見ただけだとめちゃくちゃ目立ってるっていうタイプの選手ではないと思うんですけど、見れば見るほど本当に素晴らしい選手ですので、ぜひ注目して見ていただきたいプレイヤーです。まあこうやってここまでお話ししてきて不安になられた方多いと思います。確かに徳島は負けないですし、プレーオフに向けモチベーションも高いので、正直モンティディオ山形大丈夫です。今回モンティディオ山形注目選手ディサロ選手挙げさせていただきました。必ず勝たなければいけないこの試合、何が必要かというと、とにもかくにも得点です。やっぱエースにストライカーに決めてほしいですね。まあここまで徳島のポジティブな話ばっかりしてきたんですけど、実は逆転勝利は1試合しかないんですよ。逆に言うと先制されても、まあ追いついてきてるから引き分けが多いわけなんですけど、プレーオフがかかっているプレッシャーも含め、先制点の持つ意味っていうのはここまでの戦いとはエベチなんじゃないでしょうか。エースとしてチームを導くゴールに期待したいですし、先制点が超大切、きっとやってくれると信じてますんで、ディサロ選手よろしくお願いします。続きまして、今回のアニズポイントいきたいと思います。今回のアニズポイントは、思い出せ2019年プレーオフの悔しさに注目です。皆さんは徳島戦といったらどんなイメージですかね。2017年ホームでボコボコにされたり、2018年アウェーでボコボコにされたり、2019年清武選手の2戦連続退場だったり、今年小西選手の古巣相手へのゴールだったり、まあいろいろドラマな試合ありましたけど、やっぱり徳島戦といったら、もう僕の中では2019年のプレーオフなんですよ。その時の悔しさを晴らすのって今なんじゃないですか。確かにあの時はプレーオフで、今回はリーグ戦なんですけど、僕はかなり状況似ていると思うんですよね。大一番で必ず勝たなければいけない。しかも2019年もあのリーグ後半戦絶好調の徳島が相手だったんですよ。今回も好調ですよね。あの時は、まあ、僕も現地でもう超悔しい思いしましたし、今でも本当に忘れられないくらいの思い出なんですけど、今回は
その時と一つだけ違うところがあるんですよ。ホームゲームなんですよね。マジでサポーターの力試されてます。マジで最強の雰囲気作って後押ししましょう。もちろん他チームのサポーターの方から見たら、いやいや仙台の結果次第でしょって言われればそれまでなんですけど、最終戦までこんなスリリングな気持ちを味わえることに感謝しつつ、秋田を信じつつ、何より山形の選手を信じつつ、当日ゴール裏へ集まりましょう。ツイッターでも回ってきたと思うんですけど、徳島戦当日は今画像出てると思うんですが、ここでねバス待ちも行われるんで、試合前からね雰囲気作っていきましょう。本当に楽しみです。以上、今回のアニズポイント、思い出せ2019年プレーオフの悔しさに注目でした。以上で徳島戦プレビュー終了となります。他に話しておくべきポイントとしては、前節センターバックの内田選手が負傷交代してしまっていて、カカ選手もメンバー外が続いていると。まあ阿部選手、前節途中から出てきて今節もおそらくスタメンだとは思うんですけど、まあ、言うまでもなくね素晴らしい選手なんですが、9月以降フル出場は1試合のみと、このプレッシャーのかかる試合で試合感っていう点においては結構気になるところなのかなと。ただね、阿部選手がサブっていう時点でもう豪華だし、今回紹介しきれなかった選手たち、藤尾選手をはじめタレント揃いですから、やっぱ徳島すごいですよ。あとはね、大分戦のレビューでもお話ししましたけど、シンプルなんですけどやっぱ気持ちの部分、もうチャレンジャーな気持ちで臨むことが大事だし、このメンタルの差っていうのが本当に大きく試合運びに影響してくると思うんですよね。山形は失うものもないんで、やってみましょう。ではエンディングへ行きましょう。はい、ということで徳島戦プレビューいかがだったでしょうか。もうね、喋ることないですし、気持ち出来上がったと思います。あと僕たちができるのは本当にもう当日チームを盛り上げることだけなんでね、一人でも多くの方ゴール裏から一緒にチーム後押しできればと思います。それでは当日スタジアムでお会いしましょう。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけましたら、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。徳島戦絶対勝ちましょう。それでは。